フランク・ダニエル・フランキー・ヘイダックは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ラメサ出身の、元サッカー選手、元アメリカ代表。現役時代のポジションは、ウィングバック及びミッドフィルダー。ヘイデュークと表記されるが、ヘイダックと発音する。現役引退後は、長年過ごした、コロンバスクルーのフロント入りをし、ブランド大使を務めている。学生時代サンディエギート高校時代は、 ポール・カリジューリ、マルセロ・バルボア、エリック・ウィナルダラ著名なプロ選手を輩出した、競合ラフォやノーマッツでプレーし、1989年から1991年にかけてカリフォルニア州ユース選手権3連覇に貢献した。また、ヘイダックは、サッカーと並んで、サーフィンの方でも1988年に、中学校の全国大会で優勝するなどで名をはせ、 続く高校でも活躍しており、プロツアーに参加するのに十分なほどの才能を見せていたが、UCLA から奨学金を提供されて、サッカー一本に絞ることとなる。なお、高校時代のクラスメイトには親友にして、プロサーファーのロブ・マーチャドがいた。UCLA では、ディフェンダーとして1992年から1994年の3シーズンを過ごしており、 3年生時の1994年シーズンには、ディフェンダーながら6得点を挙げる高得点力を見せつけ、オールファーウェスト1軍と全米大学体育協会のオールアメリカン2軍に選出された。タンパベイミューティニー1996年2月の就任ドラフトで7巡目全体の67番目にタンパベイミューティニーから指名され、3シーズン在籍することとなる。 最初の1年目は、アトランタオリンピックのアメリカ代表として、プレーするためにわずか9試合に制限される中、終盤の8月のダラスバーン戦で敗北こそしたものの、印象的なプロ初出場を飾ると、9月5日の NYNJ メトロスターズ戦でプロ初得点を呼び、初アシスとする活躍を見せた。1997年シーズンには、チームの主力として23試合1得点6、 アシストを記録し、続く1998年シーズンは、1998FIFA ワールドカップを含めた代表チームで、多くの時間を割かれていたにもかかわらず、18試合1得点、1アシストを記録した。レバー空前先のワールドカップでのパフォーマンスから、1998年7月14日に、ドイツ一部のバイエル・レバー空前との3年契約に、つながる。 レバー空前では、MLS のシーズンが終了するまで合流できないために遅れを取り、10月に合流するも、冬の中断までの間で1試合に召集されたのみで、ほとんどをリザーブチームで過ごしていたが、4月2日の1、FC カイザースラウテルン戦で、待望の初出場を飾って、以降、5連勝する好調なチームの中にあって、地位を確立することに成功し、5月9日の、 VFL 防府無線で初得点を挙げた。しかし、最終節を前にした5月22日の VFL ボルフスブルク戦で相手 GK クラウスライトマイヤーとの衝突時に花を骨折したことで前半30分に退きそのままシーズンを終了した。翌ドイツブンデスリーが1999から2000はクラブがリーグダッシュと UEFA チャンピオンズリーグ1999から2000での躍進を狙って、大金を投じ、8人もの新選手が大量加入したことからロブソン・ポンテ、ベルント・シュナイダー、オリバー・ノイビルの3選手と競合となり、さらに、クリストフ・ダーム監督は2チーム制の採用やシステムを変更したこと等、様々な要因によって、昨期終盤に右サイドハーフの主軸として躍動していた状況から、 一変し、開幕から5試合で、出場機会がわずか34分に限られる、厳しいものとなった。最終的に、同シーズンのリーグ戦こそ6試合にとどまったものの、チャンピオンズリーグの方では、全6試合中5試合に出場し、そのうちの2試合で最優秀選手に選出される、活躍を見せた。2000から01シーズンは特に負傷がなかったものの、リーグ戦3試合、 チャンピオンズリーグ1試合と、さらに出場機会が減少するとともにリザーブチームで多くを過ごすこととなる。翌2001から02シーズンは、開幕前の7月に、肩甲骨の負傷によって離脱すると、序盤戦の9月に練習に復帰したが、同シーズンに就任した、クラウストップメラー新監督の構想になく、またもやリザーブでの日々が続いていたために、冬の遺跡史上で1、FC、 ニュルンベルクをはじめとしたドイツ一部のタクラブへの期限付き遺跡の噂が浮上した。最終的にレバー空前に残留することとなったが、出場機会が訪れることはなく、二度ベンチ入りをしただけに終わった。次のシーズンも同様にトップメラー監督の構想外となっていたため、2002年8月27日に、 スイス一部の FC ザンクトガレンへシーズン終了までの期限付き移籍が決定。ザンクトガレンで定位置を確保できずに7試合出場した。あと、故郷アメリカへの帰国を復帰を決意したヘイダックは MLS が開幕する4月を見据えて2003年1月28日にクラブと双方合意の上で契約解除をした。コロンバスクルーアメリカへ帰国後は2003年3月7日に コロンバスクルーと契約。コロンバスクルーでは2003コンカカーフゴールドカップをはじめとしたアメリカ代表としての活動に時間を取られながらも欧州時代とは打って変わって主力選手として23試合に出場し4月12日のメトロスターズ戦での決勝点のアシストを含めて4アシストを記録した。翌2004年シーズンは メトロスターズとの開幕戦での移籍後初得点を含め、右サイドハーフ及び右サイドバックとして20試合に得点を記録し、クラブ史上初のサポーターズシールド獲得に貢献した。2006年シーズンは、昨年の全十字人体断裂の影響からわずか4試合にとどまったものの、それまでのクルー加入から3年連続で MLS。 オールスターゲームに選出されるような活躍が評価され、2007年1月25日に契約を2008年シーズン終了までの2年延長することに成功すると、翌2007年シーズンは首脳陣の高評価に応えるように負傷の影響を感じさせないパフォーマンスを見せて、チームの最優秀 DF とカムバック選手に選出されている。 現行の契約が最終年となった2008年シーズンは、またしても代表での活動のために、たびたび離脱していたものの、首相として自己最多の24試合に出場して、チームをプレーオフ進出へ導くと、11月23日のニューヨークレットブルズとの MLS カップでは、ギジェルモバロスケロットのパスから追加点を挙げ、見事クラブ史上初となる優勝に貢献した。 ロサンゼルスギャラクシー2003年にコロンバスクルーへ加入して以降首相を務めていたが2010年シーズン終了後の11月16日にクラブ側から自身の契約オプションの講師を放棄されたことにより同年の再登録ドラフトに参加することを決意した12月15日にスポーティングカンザスシティから一旦選択されたがわずか数分後に ルーク・サッサーノと引き換えにカンザスシティからロサンゼルス・ギャラクシーへの入団が急遽決定した。負傷の影響もあって、トップチームでの出場6試合、リザーブでの出場5試合で2011年シーズンを終了した後、2012年シーズンの契約オプションを放棄されると再登録ドラフトに参加することになったが、12月12日に同様の状況にあった同僚のデイサン・ロビンソンと、 共に、ギャラクシーから選択されて、再入団が決定した。しかし、クラブ側と折り合いがつかなかったため、2012年1月30日に2012年シーズンを、ギャラクシーでプレーしないことが決定し、その後、負傷した足首を手術して、現役続行するよりも長年在籍したコロンバスクルーのフロントで働くため、2012年4月19日に現役引退を表明した。 世代別代表としては、1990年に U-17 代表としてプレーしていたが、翌年の 1991FIFAU-17 世界選手権の一員には選出されず、その後の U-23 代表では、アトランタオリンピックに出場し、グループリーグの全3試合でプレーこそしたが、一勝1分1敗により、決勝トーナメント進出を逃した。 1996年8月30日のエルサルバドル戦で A 代表初出場を飾り、12月21日にエルサルバドル国内で行われた 1998FIFA フフワールドカップ北中米カリブ海予選のグアテマラ戦で初得点を挙げる。その後、代表の定位置をつかんだ一方でたびたび試合に対するやる気のなさから批判され、 1997年1月23日には、友人たちと深夜まで過ごしていたことで寝坊し、中国への遠征フライトに乗り過ごす問題を起こす、等のプロ意識の欠如に、ついに、スティーブ・サンプソン監督は、招集を一時期見送る対応をとり、それは、翌1997年8月7日のエクアドル戦まで継続した。代表が遠のいている間に、 長年の彼女と結婚を機に考えを改め、サッカーへ真摯に取り組むことを決意したことが、代表復帰へとつながり、1998年2月1日の、キューバとの1998コンカカーフゴールドカップ以降で、レギュラーに帰り咲き、続く1998フィーファワールドカップでは、前3試合中2試合に先発出場した。その後、 クラブでの出場機会の少なさから2001年3月のブラジル戦を最後に遠ざかり、代表での地位が一旦揺らいだものの、ブルース・アリーナ監督によって2002コンタカーフ、ゴールドカップのために招集されると、5試合すべてに出場して定位置を取り戻し、同大会決勝のコスタリカ戦では、ジョシュ・ウォルフの先制点をアシストして優勝に貢献した。 続く 2002FIFA ワールドカップではデイビッドレジスが不安定だったことからイエローカードの累積による出場停止となったメキシコ戦を除いて左サイドバックの主軸を務めた 2006FIFA ワールドカップは当初メンバー入りを果たしたものの膝の人体断裂によって自身3度目となる FIFA ワールドカップの事態を余儀なくされ2006年5月3日に クリス・オールブライトに置き換えられたことが発表されている。2007年春になると、再び代表の招集に名を連ね、6月に参加した2007コンカカーフゴールドカップでは、準決勝のカナダ戦で実に6年ぶりとなる得点に、して、長距離からの先制点を挙げた。2009年2月11日にコロンバス・クルー、スタジアムでのメキシコ戦で2010フィーファワールドカップ、来た。 中米カリブ海予選に初登場したヘイダックは試合後にロッカールームへ向かうトンネル内で相手チームのアシスタントコーチを務めるパコラミレスと口論に発展した際に平手打ちされる事件が発生しておりこれに対してヘイダックは報復せずラミレス側は処罰されることもなく謝罪もしなかった三月十八日のエルサルバドル戦で代表での最後となる得点を十七分に 頭で上げ、貴重な勝ち点獲得に貢献する見せ場を作り、同予選の最後の2試合に招集されたことから、ボブ・ブラッドリー監督の構想内に思われたが、2010年5月11日に発表された2010フィーファワールドカップの一員に名前はなかった。1998年に長年の彼女と結婚して、息子を一人授かり、その後2006年に別の女性と再婚して、 息子と娘を一人ずつ授かった。なお、自身のアイドルであるボブ・マーリーのミドルネームであるね、スタを長男の名前につけている。サッカー他に趣味に、サーフィンとゴルフを持ち、コーヒーを愛飲する。ボカジュニアーズとクラウディオ・カニーヒアのファンであり、サッカー以外では、NFL のサンディエゴ・チャージャーズのファン。ありがとうございます。